先輩、おいってば。ソラ、ユウキ、先輩たちも起きたか。大丈夫みたいですね。先輩、よかったです。やれやれ、このまま目が覚めないかと思ったよ。ここは森宮学園の屋上です。2階化は先ほど無事に収束しました。とっくに夜だが、あの霧も完全に晴れたようだ。本当だ、星までくっきり見えて。それよりしおりたちはどうなった？心配ないわ。大丈夫なのか？ええ、呪いの影響も完全に消えているわ。 2,3 日もしたら体力も完全に戻るでしょう。すでに校内における事後処理も開始されました。生徒のみんなや職員の皆さん、久我山さん、九重先生、佐伯先生も無事に保護されています。そうか、みんな無事なのか。コウ先輩、さすがに気が抜けたか。必死だったもんね先輩。ヒイラギ、いえちょっとね。まさかグリムグリードをこれだけの少人数で、しかもよりにもよって素人を含めたメンバーで挑んで倒すことができたなんて、さすがにできすぎだと思って。そうですね、確かに返り討ちにあってもおかしくなかったかもな。もう一度やれって言われたらさすがにちょっと自信はね。やっぱ素人には無茶だったか？いいえ、きっと私たちだったからこそよ。この森宮に生きるあなたたちと共に覚悟と決意を持って臨んだから。だからこそあれほど大きな困難を乗り越えられたんだと思う。ありがとう時坂君、この学園に来たことが、あなたたちと出会えたことが私にとって何よりの幸運だわ。どうしたの？さすがにいくらなんでも臭かったかしら。いや、なんつうかそのお前が本当に笑うのを初めて見たような気がしてな。な、何よそれ。あれ先輩照れてる？かわいいです。はあ、やれやれだな。あのね、厳格だったで納得できるわけないでしょ。こっちはレッスン第一刻で大目玉確定なんだから、せめて本当のことを言ってよ。ま、確かに無理があるな。そもそも皆さんはどういう？ええ、ですから。彼らにも一応記憶消去を試みてください。その結果を見て今後の対応を決めましょう。了解しました。
お嬢様、図書館にあったという童話ですが、すでに跡形もなくなっているようです。そうですか。やはり第三者の介入、もしくは。いかがしますか。アンブレカムを全面的に投入することも可能ですが。やめておきましょう。ゾディアックの猟犬、全面投入は火種になりかねません。その京香さんの古巣を悪く言いたくはないのですが。お気になさらず。では私の方だけで調査を続行します。お願いします。それに この先何があってもきっと大丈夫。彼らを見ているとそんな風にも思えてくるんです。回収してきたのだろうな。もちろん大いに役立たせてもらったよ。確かに。おかげでいい実験結果が得られた。僕の大いなる野望にまた一歩近づけたというものだ。礼を言わせてもらうよ、刻印の騎士殿。そちらが裏で何を企てようが興味はない。せいぜい足元を救われぬようにすることだ。ふん、これは手厳しい。それでは失礼する。またよろしく頼むよ。大した俗物ぶりだな。多少の騒動はあったが、それに見合う収穫はあったかな。ああ、絞り込めてきた。だがまだ手がかりが足りない。彼らにはもう少し動いてもらうとしよう。